レッド・ガーランドはジャズ・ピアニスト。デビュー前にはプロボクサーでもあった。本名はウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニアで、出身地はアメリカ・テキサス州、ダラス。1945年よりテキサス州で、1946年よりニューヨークで活動を始め、1955年にリズムセクションを率いて参加したマイルス・デイヴィス・クインテッドにおいて、 国際的な名声を得た。ブロックコードなどを演奏スタイルの特徴とする。ウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニアは、エレベーター操縦士のウィリアム・ガーランドの息子として、1923年5月13日に、テキサス州ダラスで生まれた。高校時代には、クラリネットとアルトサクソフォーンをバスター・スミスから習った。ピアノを始めたのは、兵役中の18歳の時で、 その後、ジョン・ルイスとリー・バーンズから指導を受けている。また、ガーランドは音楽家として活動を始める前に、ライト級のプロボクサーとして35試合を戦っている。1945年にテキサス州フォートワースで演奏を行った後、トランペット奏者のホットリップスページに雇われた。1946年にニューヨークに移りビリー・エクスタインのビッグバンドに参加。 翌年から1947年までは、ペンシルバニア州フィラデルフィアのダウンビートクラブの専属ピアニストを務め、チャーリー・パーカーやマイルス・デイビス、トランペット奏者のファッツ・ナバロラと共演を経験した。その後、コールマン・ホーキンスやロイ・エル・ドリッジ、レスター・ヤングラと共演するとともに、マサチューセッツ州ボストンでトリオを結成した。 ラウンドアバウトミッドナイトのセッションを含む1955年から1958年にかけてのマイル・デービス・クインテットにおけるプレスティージレーベルでの活躍はポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズと共にガーランドに国際的な名声をもたらした。同時期には同レーベルからレッド・ガーランズ・ピアノなどのトリオでの作品やジョン・コルトレインとドナルド・バードを含むクインテットでの リーダー作も発表しており、アートペッパーのアートペッパーミーツザリズムセクションにも参加している。このような活躍の一方で、この時期のガーランドはヘロイン中毒にも陥っており、一時、マイルス楽団における地位をトミー・フラナガンにとって変わられることもあった。また、同楽団においては、ソロの機会が少ないことに不満を持ち、ビル・エヴァンスにその地位を譲った時期もあったが、 1959年のウィントン・ケリーの加入まで楽団に断続的に参加した。1960年代前半はフィラデルフィアで活動していたが、1965年の母の死を機に父の住むダラスの実家に戻り、その後、リリーという女性と結婚しに死を設け、薬物中毒に疲弊していたこともあり、死生活に身を捧げるようになった。 1969年以降は、サクソフォーン奏者のマーチェル・アイブリーとの共演のほか、地元のクラブへの出演を中心に活動していた。1970年代前半には、ザクオータなどの作品を発表しており、ジェームス・リアリー、エディ・マーシャルと共に、地元でトリオも組んでいたが、1975年から1976年にかけて一時活動を休止している。その後は、 レッドアラートなどのアルバムを発表し、ジョーンズやベーシストのボブ・カニングハム、ベン・ライリー、ジョージ・ムラーツ、アルフォ・スターラと共演している。1984年4月23日に、心臓病によりダラスの自宅で死去し、ダラスのリンカーン記念公園に埋葬された。最後のパフォーマンスは、1983年6月のニューヨーク市グリニッチ・ビレッジのラッシュライフにおけるものだった。 レッドガーランドが最初期に影響を受けたのは、カウントベーシーとナットキングコールであり、その後ニューヨークにおいては、バド・パウエルとアート・テータムに強い印象を受けた。マイルス・デービス学団で活躍していた頃には、アーマット・ジャマルのブロックコードの影響を強く受けていた。ありがとうございます。